あれは赤だったから、あでもあれだ、カメラ、カメラあるで。ご来場の皆様にご案内を申し上げます。本日は主力シング2023ヤングシングルカップ1730マークセルシーエッパーレルシングルにご来場いただき誠にありがとうございます。試合観戦についての注意点をお知らせいたします。トイレは1階と3階の4階にございます。一旦会場の外に会場内で再入場されるチケットの判定をご提示くださいませ。チケット判定のご提示がございませんと会場内の再入場ができないことがありますのでご注意ください。今回では YouTube チャンネルにて無料配信を行っています。会場内では動画の撮影とフラッシュを使って写真撮影は禁止となっておりますのでご協力よろしくお願いします。会場内は本日は自由席もございます。お席のないお客様はパチンとなってしまいます。どうぞお客様同士譲り合っての交換戦ご協力をよろしくお願いいたします。もう間もなく試合を開始いたします。試合開始まで今しばらくお待ちくださいませ。
ご来場のお客様にご案内を申し上げます。本日は中東新聞2023ヤングシーザーカップセントラル32マクセルシーヘッドアライブシックスにご来場いただき誠にありがとうございます。ここで5月先日までの注意点をお知らせいたします。トイレは1階と3階、4階にございます。会場内でサイン入場の際はチケットの半券をご提示くださいませ。チケットの半券のご提示がございませんと会場内のサイン入場はできないことがありますのでご注意ください。今大会は YouTube チャンネルにて無料配信を行っています。会場内では動画の撮影とフラッシュを使っての写真撮影は禁止となっておりますのでご協力をよろしくお願いします。会場内、本日は自由席もございます。お席のないお客様は立ち見となってしまいます。どうぞお客様同士譲り合ってのご観戦ご協力をよろしくお願いいたします。それではここで本日ご協賛いただきました皆様をご紹介させていただきます。株式会社 BMO ジャパン様、株式会社イーロさん、株式会社ユニオンサービス様、株式会社ユーチャ様、株式会社ビームリッチパッカー様、株式会社アビースタップ様、イーストエイジ様、WDS 様、
H&S インターナショナルさん、ガッシュさん、徳重弁護士事務所さん、報道さん、以上の報道さんをいただいております。本日のリングサイドスタッフを紹介させていただきます。レフリーは岡本正弘、北岡貴人、吉田元樹、久保正弘、架橋あゆみ、木村さんよ、野端圭介、坂本博史、以上8名が務めさせていただきます。本日のドクターは辰巳義文、メディカルサポートは久保井雅史。看護師は菊口博子、同じく平尾瑞希、以上が務めさせていただきます。本日MCを務めさせていただきますのは新中央です。どうぞ最後までよろしくお願いいたします。それではここで本日のラウンドガードを紹介させていただきます。中国シング2023ヤングシーザーカップセントラル32マックス FC レッドアイル6、ただいまより開始いたします。アウトライン中地浩二選手の入場です。
より金子哲也選手の入場です。Oh!
セコンバート
判定の結果をお知らせします。判定の結果3対0をもちまして勝者青コーナー中地投手。ただいま第2試合マックス FC 71キロペア2分3ラウンドを行います。赤コーナーグラップリングシュートボクサーズ所属磯村誠。赤コーナーなやかしキック所属宮本太一。
残りの時間は30。判定の結果をお知らせします。判定の結果3対0をもちまして勝者青コーナー宮本さん、勝ちました宮本選手が勝利。
アコーダよりジョン・ユジョン選手の入場です。本日の第3試合、マックス FC レディースファイト48キロ契約2分3ラウンドを行います。赤コーナーベルトファイトチーム所属、坂本リー5番ガンソンジム所属、ジョン・ユージョン。レフリーは竹橋あゆみ。以上で行います。タイムストップ、タイムストップ。赤コーナー坂本選手、ドクターチェックが入ります。
再開します。残り時間30。再開します。
ファイナータイムストップ、タイムストップ。再開します。残り時間30。判定の結果をお知らせします。判定の結果、2対1をもちまして勝者、青コーナー、ジョン・ユジョン。
アウトになり、引き直美選手の入場です。
カットね、カットね。残り時間30秒。
判定の結果をお知らせします。判定の結果3対0をもちまして勝者赤コーナ続きまして第5試合マクセフシーレディースファイト46キロ契約2分3ラウンドを行います。赤コーナー流星塾ファントン道場所属フー風選手には激励賞が届いておりますのでご紹介させていただきます。江尻和義様、株式会社 HIC ヘンド様、丸石様、宮本隆弘様、杉本様、株式会社 M テック様、河合博之様、岩井健正治様、早川様、以上の激励賞が届いております。
アコーダ東洋キックボクシングジムムエタイ所属キムミンジレフィーはキムラ3人以上で行います。残り時間30はい。
残り時間30。
加藤大より林琴選手の入場です。
38秒、リンリン選手の KO 勝ちとなります。勝ちましたリンリン選手には勝利者賞が贈られます。阿古田より竹山和樹選手の入場です。赤コーナーより達也選手の入場です。本日の第7試合、マクセフシー70キロ契約、3分3ラウンドを行います。赤コーナー、クリス・クロス所属、タツーヤ。赤コーナー、ネックス・イチムエ所属、竹山和樹。レフリーは吉田元樹、以上で行います。
タイムストップ、タイムストップ。赤コーナー、タツヤ選手の攻撃が、青コーナー、滝山選手の下腹部に命中したため、時間が止まっています。赤コーナー、滝山選手の体力回復のため1分間のインターバルを取らせていただきます。試合再開までしばらくお待ちください。この試合ノーコンテストとさせていただきます。審判より説明いたします。ただいまの攻撃が、故意ではなく偶然の、ローブローですね、当たりましたので、で、青の選手が、ちょっと足の力が入らないということで、ドクター診断の結果、危険と判断しました。で、1ラウンドの試合が成立しており、成立しておりませんので、この試合、ノーコンテストとします。ご了承ください。
赤穂より戸口洋選手の入場です。選手の入場です。本日の第8試合、シュートボクシング公式戦、スターティングクラスルール、53kg、2分3ラウンド、延長2ラウンドを行います。赤コーナー、吹雪ジム所属、タケロYSB 富城所属、戸口洋、吉田吉田以上でございます。Yeah.
第2ラウンド終了です。
セコンドアウト。判定の結果をお知らせします。ジャッジ架橋30対25、赤竹野。
ジャッジ木村、30-25、赤武田。ジャッジ坂本、29-25、赤武田。以上、3-0をもちまして赤ホール武田選手の判定が勝ります。アコダより張歩彪選手の入場です。2分3ラウンド、延長2ラウンドを行います。
赤コーナー、ケースタイル所属、金ちゃん。赤コーナー、シュンチョン、アムナットチーム所属、超ホーヨン。お次は吉田お手以上でお答えです。入場です。
赤コーナーより弘樹選手の入場です。Just give me a reason to keep my heart beating. Don't worry, it's safe right here in my arms. As the world falls apart around us, all we can do is hold on, hold on. レフリーは北岡隆人、以上で行います。Thank you.
第1ラウンド終了。タイムストップ。再開します。残り時間30。
セコンダーファイナルラThank you.
判定の結果をお知らせします。ジャッジ久保井29-27、青ボイ、ジャッジ岡本30-27、青ボイ、ジャッジ野端30-27、青ボイ、以上3-0をもちまして青コーナー、ボイ亮太選手の判定勝ちとなります。ドイツ選手には勝利者賞が贈られます。青コーナーより北川祐希選手の入場です。だから俺の音楽は
は聞くな。続くも合わねえこと言われても、だったらドタマのラップでも聞きな。タイマーが好きならまず舐めたる中、昔の MSC でも聞きな。犯罪じみてるラップが嫌ならエロや犯人やサウエを聞きな。黒くて怪しいラップが良ければ呂布からはサイモンジャンプを聞きな。インとは何かをまず知りたければ、ジブラやホークのラップを聞きな。おしゃれな ID、 まともな TK、 IQ の高い R して、誰よりリアルでいかついラップが好きなら DO や俺の曲かけな。イエーイ。11試合セミファイナル、シュートボクシング公式戦エキスパートクラス特別ルール、ライト級3分3ラウンド延長無制限ラウンドを行います。赤コーナー、 K グロース所属、シュートボクシングライト級3位、ポッシブル K。 ポッシブルの選手には2連勝が届いておりますので、ご紹介させていただきます。斉藤千奈様、小宮山工業様、恵比寿探偵社様、椿様、以上の激励賞が届いております。アコーナー、ゼロワンジム所属、シュートボクシングライト級4、北川優希。ぜひ北川以上でお世話になThank you.
セコンダー
ただいまより本日のメインイベント、シュートボクシング公式戦エキスパートクラス特別ルール68キロ契約3分3ラウンド延長無制限ラウンドを行います。赤コーナーネックススポーツグラプティングシュートボクサーズ所属、シュートボクシングウェルター級王者奥山届いておりますのでご紹介させていただきます。合同会社ほとぶき様、吹雪接骨院様、桜井純子様、鶴平様、以上の激励賞が届いております。アコードマックス FC 所属、マックス FC ウェルター級サイン、チェーソンヒョグ。レフェリーは北岡隆人、以上で行います。
第1ラウンドが終了です。残り時間30。
残り時間30。シュートボクシング2023ヤクルトリガーカップセントラル32アクセル
全試合を終了いたします。よろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。ありがとうございました。